60年前の1962年、オーストラリアから英国まで、モデル A で新婚旅行に挑んだ夫婦の車旅をご紹介します。英国が目的地の車旅をモデル A で1962年のある日、筆者と妻のヤンは旅立つために仕事を辞めた。妻は幼稚園の保育士で、自分は建築士だった。二人が出会った時、ヤンは英国行きのフライトチケットを予約していた。だが、彼女の計画は変更され、ほどなくして婚約することになった。ヤンと出会う前、筆者は積極的に旅をしていた。6ヶ月間も日本へ滞在したこともあった。そんな経験もあって、結婚は世界旅行を諦めるものではなく、実行へ移すきっかけになった。何人かの友人と同様に、1960年代、オーストラリアの大学で貿易や経済を学んだような若者は冒険へ挑むことが珍しくなかった。当然のように自分も結婚式の直後にヤンと二人での大きな旅の計画を立てた。ところがその頃は飛行機での移動に大きな予算が必要だった。インドなどのアジア圏をバスで巡るようなかなり質素な旅程でも飛行機や船に乗れば移動中にテントを張って寝る場所を準備する必要もない。温かい料理も出てくる。それでも自動車が最も適した手段に考えられた。英国を目的地にした車旅へ計画が絞られていった。旅の相棒に選んだのは当時でも製造から30年以上が経過していた。1928年式のフォードモデル A 生産開始は1927年だ。とはいえ、1931年までの間に500万台以上が売れている。それだけの支持を集めるのだから、優れた信頼性と能力を備えていることは疑いようがなかった。たくさんの荷物で 1067kg の車は 1950kg に結婚した頃、筆者はオーストラリアの南東、メルボルンに住んでいた冒険好きの友人に相談したところ、筆者の考えは非現実的なものではないと分かった。簡単ではないが、不可能ではないようだった。見通しがつけば十分。若く健康な二人には情熱があった。両親は半信半疑だったが、実行へ移すことにした。お互いの友人で、筆者の建築仲間、ジョン・ダルトンも英国へ戻りたいと考えていた。そこで彼のテントも積んで片道約2万 km に及ぶ車旅がスタートした。モデル A は簡単なレストアを済ませてあった。メルボルンのあるビクトリア州を走っている限りは好調で不具合の予兆などは匂わせもしなかった。出発は1962年11月末。筆者の兄と両親はその日の昼食まで一緒についてきた。ヤンの妹のスーのほか、友人数名も早朝の門出に集まった。これっきり再会できないかもしれないと想像した人もいたようだ。オーストラリア大陸を南岸沿いに西へ走り、750km ほど進んだアデレードで祖父母とおばに挨拶した。筆者たちが選んだ車へは一様に驚いていた。アデレードを離れると、穀物輸送用トラックの軽量台に遭遇した。モデル A の重さも測られたが、なんと重量は 1950kg もあった。荷物を下ろした車重は 1067kg。オーバーヒートやタイヤのバーストなど、重さが問題の原因になることは明らかだった。450x12 インチというサイズのスペアタイヤを可能な限り買うことにした。他の車と比べれば正解だった選択。さらに、西へ 2700km 走り、オーストラリア大陸の南西、パースに到着。そこでタイヤ4本を調達した。先回りしていた両親とも落ち合った。結果的に、そのタイヤだけでロンドンまでたどり着くことができたのだった。振り返ってみると、モデル A はタフだった。シンプルで堅牢な 3.3 リットル4気筒エンジンを搭載する量産のフォードという選択は正解だったらしい。フォルクスワーゲンタイプ2やランドローバーなど一般的に丈夫だと考えられている車とも旅の途中で出会った。しかし、サスペンションやクラッチの不具合に悩まされていた。大抵は荷物の積みすぎが原因だったようだ。ハッチバックのサンビーム、タルボやミニのサルーン版、モーリス1100とも遭遇した。小さなバスをキャンピングカーへ改造し、オーストラリアを目指している家族にもあった。だが、彼らも順調とは言えない様子だった。メルボルンを旅立つとき、基本的なキャンプ道具をモデル A に積んでいた。防水性が完璧ではないテントに、羽毛入りの寝袋、25mm の厚さのマットレス、簡単な料理道具など、便利な圧力鍋も含まれていた。就寝用の装備は軽く、走行時はルーフラックに乗せていた。モデル A の両サイドには、ランニングボードと呼ばれるステップがある。そこには、約16リットル入る水タンクを2本くくりつけていた。1本は飲料水。こちらは、必ずしも満たされているわけではなかった。もう一本は、食器洗いなどの雑用水。ちょっと怪しい水質のものだ。スパイスが香る貨物船で、インドへ、オーストラリア南部のナラボー平原を越え、パースまでの行程は10日間。アデレードで親戚の家へ2泊したが、それ以外はキャンプで夜を明かした。結果的には、そこが最も過酷な道路だった。約 1800km は砂利道。路面は平滑ではなく、大きな穴が開いていた。硬い岩が露出し、隙間を細かい砂が満たす。走ると、全身が砂ほこりまみれになった。パースのフリーマントル港から、モデルAと3人は、インドの南西、コチ行きの船に乗った。大きな貨物船だったが、乗客用に3室の個室も備わっていた。筆者が乗船した時は、他に旅行者はいなかったようだ。船は古く、明らかに速度は遅い。船内はカレーの匂いが充満していた。食事は船員と一緒にダイニングでいただいた。茹でたじゃがいもに卵のほか、クリスマスの時期には英国の伝統的な料理も出た。だがすべてにスパイスの香りが移っていた。妻のヤンは船では唯一の女性。船員には気を使って過ごした。インドでは途中に寄港したチェンナイで決戦。荷降ろしが遅れたが、最後にフォードも降ろしてもらった。予算に見合う安ホテルでは、ベジタリアン向けのような料理が基本。バナナの葉が器代わりで、フォークやスプーンは用意されなかった。手で食べる文化だからだ。数日同じホテルで過ごしたが、小さな通りの市場で露店を発見。食事の入手方法を折り返し、チェンナイを後にした。